平野翔失敗史上主義で、新たな夢を語る、選択の難しさに、鮮烈なメッセージ、失敗を恐れず、挑戦し続ける姿勢は、時に人生の新たな扉を開く鍵となる、27歳の若き俳優、平野翔が、最近のインタビューで披露した、その前向きな考え方は、多くの人々に、 インスピレーションを与えるものだった。彼の新たなメッセージは失敗したいタイプに向けられ、選択に悩む、人々に強力なメッセージを送っている、若いうちはやり直しはきくし、後悔しないようにやりたいことがあればやってみれば、良いと思う。たとえ失敗に終わっても、挑戦したことで得られたものや、学んだことはあると思う。 失敗するのが嫌だからって人が増えてる中、平野さんの前向きな考え方は学生だけでなく大人にも響く言葉だと思う。デジタルハリウッド大学の CM みんなを生きるな自分を生きよう2024編で平野翔派先輩役として登場し夢に悩む後輩の相談に乗る役割を演じたインタビューでは 彼が本気で追い求める夢について問われた際、彼は自身が影響を与えられる存在になりたいと語った。彼は言葉に力を込め、楽曲であったり、行動であったり、パフォーマンスを通じて人々に勇気を与えたいと述べた。しかし、彼の言葉が真に鮮やかに輝いたのは、 選択についての考え方を語った時だった、平野は選択ってすごい難しいと思うんですけど、きっと本当にやりたいことなのであれば、これで失敗してもいいって思えるはずなんですよと語り、さらにむしろどんどん失敗したいタイプですし、どんどんトライアンドエラーを起こしたいなって、好きなことをやるためなのであればと続けた、この思考は若者や大人に向けて、 強力なメッセージを送っている失敗を恐れず、自らの可能性を試し、挑戦し続けることの大切さを説いているのだ。彼はさらに、本当にやりたいことをやってくださいっていうことになっちゃうんですけど、人生何があるかわからないですし、今、目の前の本当に自分がやりたいことをやるのがいいのかなと思いますと、付け加え。 人生の短さと貴重さを説いたこの前向きなメッセージには多くの人々が共感し彼のファンや支持者は一層増加している若さを武器に失敗を恐れず挑戦し続ける姿勢は多くの人々に勇気を与え新たな可能性を切り開く原動力となっている平野章の新たなメッセージは失敗を恐れず 挑戦し続けることの重要性を説いている彼の言葉には多くの人々が共感し彼の反想はさらに拡大している彼のような前向きな姿勢はどんな困難にも立ち向かい夢を追い求める人々にとって真のインスピレーションとなっている若くしてこれに気がついた彼は本当に中身大人だな中年になって若い時に 失敗を恐れていろんなことやらなかったことを後悔してますよ。やらないより後悔の方が得るもの得るし、どんどんやってみたらよかったなと今になれば思う。やらなかったら何も生まれないからな。